はい、こんにちは、美容師の野です。今回はセルフカットで横に膨らむのを解消するカットのやり方についてお話ししていきます。全体的にしっかりカットというわけではなく、横髪の内側を微調整していくことで膨らみがあっという間に収まっちゃいます。今回はね、魔法のようなテクニックをご紹介いたします。長さ的にはボブから上の長さ、ショート、ボブ、ベリーショート、この長さに使えるやり方となってます。横が膨らんでいやーっていう方はぜひ参考にやってみてください。というわけで今回ね、内側だけ微調整していくわけなんですが、ここをね、ブロックを取る、ここのね、調整の仕方でも収まり方がね、違ってきます。いわゆる2ブロックをね、カットするにするんじゃないかと思われますが、それはね、そうなんですが、ちょっとしたことの違いでキュッとね、収まったり、またはね、そんなに変わらなかったりっていうことがね、起こってきます。意外と内側だけカットするのは難しそうですが、ポイントがね、いくつかあります。ここをね、守ってやっていってください。ということで今からやっていきます。今回の横の膨らみを抑えるカットのやり方で一番重要なのは、ブロックをどう取るかです。これによってヘアスタイルがね、すごくいいっていうのもね、できますし、逆にダメっていうことにもね、なります。ここの取り方を間違えないようにしてください。よくある男性の2ブロックカット、横がスッキリしたヘアがありますよね。そういう場合はここね、ラインをね、まっすぐ綺麗に取って、表面のブロックと下のブロックに分けます。で、この下のブロックをバリカンで刈ったり、ここの長さをすごく短くする。こういうことをすれば、すごくスッキリした2ブロックカットになっていきます。というわけで、ここの取り方をね、具体的に言うと、まず、どこをどうやって取るのかというと、生え際ありますよね。そしてここにボコってね、なってるとこあります。だいたいここにボコって出てますよね。ここが起点となるようにやっていきます。先ほど言うように男性の2ブロックだと、ここを起点としてまっすぐ取った、これが2ブロックラインですが、全部こうじゃないんですよね。これがマッチするヘアスタイルもあるし、逆にこれをまっすぐ取るとすごくね、男性的というか、なんかおかしくなっちゃう場合があるので、ここの取り方を間違えないようにしてください。例えばこういうショートヘアで横のボリュームを抑えようとするなら、顔周りのボコってなってる起点がありますよね。ここを起点として、耳の裏後ろですね、ここのあたりを向けて斜めになるように取っていきます。このように起点から耳の後ろに向かって斜めに取っておいて、それからこういうすきバサミ使って軽くしていきます。耳の後ろ側から軽くしていきますが、ここのね、ブロックをね、3等分ぐらいしましょう。そして後ろ側から中間に1回という形で3回ぐらいね、軽くしていきましょう。次のブロックです。そして顔周りもというように軽くしていきます。そしてヘアクリップを取って見ていきましょう。これをするだけでも横の膨らみが抑えることができます。まだまだ膨らんでるよということであれば、同じようにもう一度起点ありますよね、それから耳の後ろに向かって斜めにね、取っていきます。2回目になると、スキバサミの回数をね、減らしながら微調整していきます。でもう一回下ろして、櫛を解いて、どういう状態かっていうのをチェックしておいてください。で、横の髪がね、なんかね、ボリューム落ち着いてきたなということであれば、次やることがあります。それは何かというと、耳の後ろね、ここをスキバサミで軽くしておいてください。実は言うと、このね、横の下を軽くして、うわ、決まったってなってくると、今度は耳の後ろあたりのボリュームがやけに目立ってくる
場合があるので、耳の後ろをすきばさみで軽くしないとね、いけないんですよね。なのでこの耳の後ろをね、軽くしていきます。耳の後ろはこういうふうにカバーを取って中間に1回という形で軽くしていきます。この耳の後ろの内側の髪も軽くしていきます。耳の後ろ側の表面は軽くしないようにしてください。ここをね、表面の髪も軽くしてしまうとピンピンした髪になったり、バランスが崩れる場合があるので、あくまでも今回は内側を軽くしていくようにしてください。もう一度全体的にバランス見てどうなのかというのをね、チェックしていって、良ければこれで終了となります。これでなんかまだやっぱり横重いんじゃないかということであれば、もう一回斜めにとって少しずつ軽くしていく、そういう風にやっていってください。今回のやり方で注意してもらいたいのは、すきばさみですきすぎるのをね、気をつけておいてください。どうしても内側の髪はね、細くてスカスカになりやすいです。なので一回一回微調整して見ながらやらないと、スカスカになってしまって逆にまとまりが悪くなってしまう、こういうことがね、出てきます。どんなに髪が多い方でも一回一回見ながらというか、調節しながらやっていってください。補足のテクニックなんですが、ここをね、斜めに取る、そして軽くしますよね。この時にこういうふうにね、束を持ってスライドセニングカットというか、こういうふうに束を作るように軽くする。このテクニックでも束感もね、残ってきていい感じにね、軽くなってくるので、こういうやり方でも良いです。慣れてる方はこのスライドセニングカット、スライドしながらすきばさみを使って軽くするカットのやり方、これをね、ぜひやってみてください。基本ベースは束を持って軽くする、これです。慣れてきたらこういうふうにやっていくと、もっとボリュームも落ちやすくなってきます。耳の後ろに関しては、このテクニックを使うのはめちゃくちゃ難しいです。耳の後ろに関しては束を持って 1,2,3 という形でやっていってください。というわけで、これだけで横の膨らみがシュッとね、なってきます。簡単です。そして全体を切るわけじゃないので、失敗もね、少ないです。セルフカットね、初心者の方にもやってみる価値はありなテクニックとなっています。髪がね、伸びてきて横だけなんか膨らんじゃうっていう方はね、このやり方をぜひやってみてください。ということで、皆さんまたお会いしましょう。バイバーイ。